はい、ペーパーね。はい、まあ今既存のペーパーね、まあ大体この大きさだよね。まあこの大きさね。これをね、こっちで大体早い人は折って巻くんだよね。早い人は大体折って巻くんだけど、これをこのペーパーでこの大きさで巻いて、この13-15mm ね、ちょっと巻きづらいんだよね。すっぽ抜けちゃうの、こうやってね。だから、やっぱりペーパーの大きさっていうのはやっぱり折って巻く専用に見直さないとね。で、折らなきゃいいじゃねえかっていうの考えもあるけどね。ちょっと中途半端に大きいやつでね。折らないとやっぱりね、手の小さい人は入らないんだよ、ここにこうやってね。入らないのね。いろんなね、形とかね、いろいろ考えたけど、やっぱり長方形とかなんとかあるけど、やっぱり正方形に近い10センチぐらいのがやっぱり一番折りやすいかな。で、正方形だと、縦とか横間違えてもイラッとしないからね。まあ正方形でこうやって折って、ね。まあ上手い人はね、細いのを縦で折ったりするんだよね。と巻きやすいよね。まあベテランの方はね、こういうんでも太いのを巻くときね。まあこういうのこうやって縦でこうやって折るんだよね。でもこれちょっとこんななっちゃうからね。ちょっと巻きづらいんだよね。でもまあ、ベテランの方はこうやって巻いちゃうんだけど、どうやってもね。ペーパーがね、意味が分かってないね、みんなね。ペーパー作ってる人がさ、パーマ巻けないから結局ね。ペーパー作ってる人、ペーパーをね、カットしてる会社、パーマ巻けないから。だから分かんないんだよね。なのいらねえだろうと思ってね。ペーパーの大きさね。いろいろやったけど、ちょっと細長くしてみたけど、やっぱり、正方形が一番イラッとしないかな。間違えた時にね。ね。で、上手い人はね、小さいペーパーでも何でもね、巻いちゃうんだけどね。上手い人はこうやって、まあ別に巻いちゃうんだけど、いろんな髪の毛の状況によったらね、折った方が巻きやすい。で、国家試験も、結局国家試験も、なんだあれ、ね、状況だから、13ミリで巻くからね、折らない方がやりやすいんだよね。で、あと、上に巻くときは折らなくていいのよ。上に巻くときは折らない方が巻きやすい。上に巻くときは折らない方が巻きやすい。折らない方が巻きやすい。だけど、はい、下巻きになったとき、下巻きはもう折った方が巻きやすい。で、ここで言うと、折ると一手間が増えんじゃねえかってよく言うんだよね。折ると一手間増えるんじゃないかって言うんだよね、ここでね、折るとね。はい、じゃあ折らない場合ね、ちょっとペーパー新しくすっか。折らない場合ね、はい。ペーパー取るね。折らない場合、1、はい、ちょっと待って、ペーパー。折らない場合ね、はい、1、2の3でロットでしょ。はい、折った場合は、はい、ロットこっちだ。1、2のロット。ね。1工程意外と少なくなるんだよね、折った方がね。な、この意味が分かんないとね、折って巻いた方が早いっていう意味が分からないと、絶対にこの、まあ、正方形が一番使いやすいね、大きなペーパーが無意味になるね。まあ、細いのはね、細いのは今まで通りのペーパーでいいの。8ミリぐらいになると、ちょっと、まあ、この8ミリロットね、まあ、この8ミリロットね、まあ、これはまあ、今まで通りので折って、まあ負けは負けるけどね。うん。ちょっとこう太めになると、折ると負けないのね。国家試験でね、ペーパー折って巻くってのは教えてないからね。と現場に出てね、意外とね、使い物なんねんだよ。ペーパー折って巻けないと。でも太いのはなんとか巻けるんだけど、8ミリ以下ね。8ミリ以下はもう折らないと巻けないんだよね。それやっぱり折るの知らないと、折らないで無理やり巻くとか、長さ長いまんまね、太めで巻いて後で切ったらなくなっちゃったとかね、まあ、そういうスタイルで良ければいいんだけどね、中にやっぱり強め希望する方もいるからね、やっぱり折って巻くか、ペーパー折って巻くかね、折らないで、まあ、8ミリ以下を巻くかね、もう余裕があるかもう余裕がないかの違い。そうそうね、ペーパー折って巻くのできればね、鼻歌まじりでね、細いのが負けるんだよね。で、折って負けないと、もう嫌で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 逃げまくるっつうの。まあ、これはね、国家試験っていう性質上ね、あと、ワインディングコンテストも折らなくても、ウィッグってのは負けるんだよね。で、国家試験で、まあ、20分で負ける、あれ結構ね、きついと思うんだよ、時間的にね。あと、ワインディング大会なんかね、ペーパー折らずにね、ある程度上位の方に食い込む、そう、プライドがあるんだよね。だけど、ペーパー折って巻く我々に言わしたらね、そんな生半可な巻き方でね、
まあ、現場のね、人間の頭ってのはツルツル滑るし、カット下手くそだったりね、そんな負けないよって感じ。やっぱペーパー折って巻くと、どんな長さでもね、鼻歌混じりでね、あちょいちょいちょいってんで負けるんだよね。今現在ね、12ミリ以上をペーパー折って巻こうと思ったら、ちょっとペーパーが小さいんだよね。でもって、まあ今売ってるなんか大きいペーパーを切って使ったりしてるけどね、多分ね、今売ってるビッグサイズのペーパーね、1回はみんな買うと思うけど使いにくいのよ。やたらと長すぎたりでかすぎたりして、折って使うにはちょっと長すぎちゃったりね、結局使い道ないから切って使う以外ないんだよね。だったらもう最初からね、まあ大体使いやすいといったら 100×100 ミリぐらいの正方形ぐらいがいいかね。そういうのね、メーカーさんが作ってくれるとね、まあどこまで売れるか分かんないけどね。はい、お疲れ様でした。